終わりではないってこと、この SD カードは。もうどうすればいいの、2人でやった時毎回失敗してる、うん、無理。なんかパソコンで見ようとしたら見れなかったよね、うん、なんて言ったかも。一回見れたよ。でもえ、50万だって。はもういらないよじゃあねえマジ助けて。え、これ直せるんですか。なんでうちら壊しちゃったんだろう。うん、他のパソコンで見れたりしないだって。一回こっちでやってみる。いやでもさ、これに戻したんだけど。あ、そっか、なんかパソコンで見たら見れなくて、でカメラに戻したら見れなく、カメラに戻しても見れなかった。どうすればいいですか皆さん。わかんないですけど、消えるはずがないって書いてあるよ。消えたんだもん。フォーマットは絶対にしてはダメだよ。フォーマットっていう文字何回も見たんだけどめっちゃ怖くない。ねえもうやだ。待って、フォーマットっていう文字、フォーマットっていう文字めっちゃ見たこの何分かで。怖い怖い怖いよ。え、ね、怖い怖い、どうしたの、怖い怖い怖い、どうしたらいいですか。めっちゃ怖い。フォーマットっていう文字めっちゃ見ましたよ。え、フォーマットって全部消すって意味なんですか。フォーマットって初期化だけどって、やった、初期化した、してないよ。フォーマットは思い出を全部パーにする、絶対。どうしたらいいの。だからそっからどうしたらいいか聞いてんじゃん、ね、じゃあフォーマットどうにかする方法ないの、教えてよ。はい、じゃあ順番に何をしたか教えます。今日は今日は動画を撮ったんだけど、明日も動画を撮りたいからその SD カードの中身をずっともう本当に泣くぐらいずっと笑ってんだけど、でそれでねえ落ち着いてほしいから、そもうマジでこの数日間を知ってるから、ねえ楽しそうってコメント来てる。楽しくはないマジで、本当に本当にちょっとマジでちょっとマジ聞いてる。面白いし、どうしたらいいか分かんないよ。
いの。じゃあゆみもそれは聞くから教えてほしい。お願い、ごめん、本気聞くから落ち着いて。ちょっともうこんなことしてる間にみんなコメントしてるから、ちょっと待ってよ。教えて。見てない、もうほんとごめん。中国のうちもやっぱり聞きながら操作した方がいいかな。でも本当にでもちょっと本当に本当にやばいんだ。でも本当にこれガチ、うちがガチ、ほんとガチ結構ガチで今困ってて本当に。ふざけてるように見えるかもしんないけど、ガチだよね、ガチガチなの、本当にガチです。だって2日連続でやらかしてんだね。どうしようかな。だって動画撮り終わった時にやっと最後までちゃんと撮れたって初めて最後まで撮れたねって話して、で失敗してんの。本当にやばい、マジで笑え、どうしたらいいの、ね、笑えない。違う、もういい、いい、もううちはどうでもいいんです本当にマジでどうしたらいい。これ脱いで、なんでみんなの、ごめん、みんなの気持ちはこっちに行っちゃうから、まあ、今それあと時間がさ15分しかないの。やばい、どうしようね、どうしたらいいの、もうやだやだ。やっぱこの復旧ソフトしかさなくない、うち課金するわ。さっきビデオ何件ぐらい入ってたと思う。知らない。4件ぐらいじゃなかったかな。このビデオ4にかけてるのよ、うちはとこのタイプ不明ってやつもちょっとかけてる。なんかネットで調べてリカバリットみたいな、え、何をしたのか教えてくれないと。だってだから、え、説明する、説明しよう。なんかその撮った後に SD カードをビデオカメラからこの SD カードを撮ってで、なんかさっき買ってきたこの SD カードを入れれるやつ、パソコンとつなげれるやつに入れて、でそしたらそしたらなんかこれの、多分これの会社のやつがデスクトップに出てきたので、私がそれをクリックして出したら出てきたのよね、動画出てきたの。なんか何件かとそのうちのそのさっき撮った動画が出てきて、でゆきちゃんに見てみたいなちょっと場違いね動画あるよみたいな。私は全員その格好してたから、だからその話をして、でそしたらその後なんか急にそのやつはパンって消えちゃって、あ、でも4つ、え、本当に何の操作もしてないの、なんか急に消えちゃって、ああれみたいな、なくなっちゃったかみたいな思って、なんか探したけどどこにもなんかだから、あ、そうだ、その動画を押したんだ、うち押したの。それで動画 見れるなと思って、でその後消し、あの×印、その何、見た動画は×印を押して消して元の動画場所に戻ったんだけど、その後消えちゃって、それが消したってことだったのかな。PC に自動転送されてないって、いや、ファインダーってとこさ見るわけじゃん。パソコンは Mac です。ゴミ箱に入ってないやって、 Mac の右下の探せ、全員を探せ、出てきてもらっちゃう全員を、これ何、え、それ何、さっきのやつか、これ画像保存しちゃったってことMac はそれだけでは消えないんだって。じゃあどこ行ったんだい。ゴミ箱に入ってないって、これゴミ箱、あ、ゴミ箱なんだ、検索できるって、ファイル名で検索してみ、ファイル名なんて、ファイル名わかんない、わかんないね、カメラにね SD カード戻したけどね、もう SD カードがなんかこのフォーマットは間違ってますみたいに出てきちゃって、もう SD カードもいかれたんですよ。で他の SD カードをこっちに入れてみたら、それはちゃんと反応したから、なんかこの機械が悪いわけじゃないっていう、あと Mac が悪いわけではないってなったよね、このカードが悪いってなった、うちら的には、うん、うん、
え、でもなんかカード挿してもなんかもしデータ消えたとしてもさ次の動画が撮れないんだよね。あ、そう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 、こいつがただのカードになった。だからこの SD カードをもう一回ビデオカメラに戻したけどでももうないの。にいみさんに聞いた方がいいってだよね。でもにいみさんにこのテンションで聞けないよ、笑い泣きしちゃうもん。あーうーん、でもカードにデータ残ってる。どうしよう。カード横の白いスライドどっちに動いてる？なんていうのこれ、このギザギザ側に下、下です。こう見た時下に、下に行ってます。ちょっと無理。こんな、あーどうしたらいいの、あー終わったわ、やだ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 終わったわやめましょう YouTube はもう、もうやだ、もう2日連続でやらかしてます。これ本当に昨日のこと知らないからみんな笑えんだ。昨日からやらかしてんだから、なんならその前からやらかしてんだから。どうしよう。いやいや。まあこんな動画でも撮っとくか。悲しい。どうしたらいいんだろう。無理。バックに SD カード読ませたのは今回が初めてですかね。そうです、初めてです。いや、ボトコの中に戻って残ってないかな。もうやだ。いただける。なんで、なんでこれ、なにこれ、むかつく。なんの、なにこれ、なにこれ、せっかく頑張って撮ったのに。毎日ミスるんだけど。けど。どこにあるの。どっかにあるんだって。どこ。終わった。これもうメモリーカード刺さない方がいいのかな。もう何もしない方がいい。この白いのは結局何だったの。この白いのは何ですか。フォーマットしますかみたいなのでイエスを押してたら消えたように見えるけど戻せるよ。
フォーマット見てないもん、来てないもん。え、それ何？何？それ復元する、復元するアプリってなんか、え、いくらかかるんですか？わかんない。え、この復元するアプリは、じゃあ登録しろって書いてあるから、なんか登録しなきゃな。高い。これやんない方がいいですか？無料はあるって。でも無料って言われて今来てるけど、登録すれば無料、登録したけば無料になるのかな。もうワンダーシェアリカバリットっていうのかな、っていうなんか紺色のアイコンのやつなんです。素人に復旧アプリは危険だって、しない方がいい、やっちゃダメだって、絶対やめた方がいいって書いてある。やめよう、もうやめよう、もう卒業しよう。もうもうなんか手の感覚がおかしくなってきちゃった。じゃあどうしたらいいのこれ。もうやめる、何もしちゃダメ。何これ、えー、怖い。どうしよう、怖い。じゃあどうしたらいいの。もうおじいさんも一緒、その画面開きっぱなしの。なんでこれ開きっぱなし、これ何、わかんないね、これ。復元アプリって言われたな、これが。もう無理、もう何もしない方がいいですよ。みんな言ってる。じゃあどうし、何もしなくていいの。もう諦めた方がいい。俺どこだったらスリーカード。ああ、まあ仕方ないからここで自慢でもしとくか。おーい。ふざけんなよ。なんでだよ。どうしたらいい。でもわかんないですよ。さっきまで楽しく愉快にこんなもの開けてたのにな。悲しくなっちゃう、それ。ほら、スーパーレアだよ、みんな。なえた。なえた。こんなにいっぱいあるの。どうするの？うちらまたやらかしたけど。もう本当にどうしようこれ。でも明日も撮んなきゃいけないからさ。そう、明日も撮る。そのなんか今日だけじゃ問題じゃないよ。今日こういうもう諦めたとしてカードまたないもんね、うん、また買いに行かなきゃいけないけど、もうコンビニとかに、え、コンビニに売ってるのこれ。もうやだ、もう終わっちゃうよ、お休みなっちゃう。
ねえ今マジ役のしかな